イバノバリッチは、クロアチアスプリト=ダルマチア郡スプリト出身の男子ハンドボール選手。世界でも最高の選手の一人と考えられており、国際的な大会において6度の最優秀選手に選ばれている。最初は地元のバスケットボールクラブの KK スプリトでバスケットボールをやっていたが、その後 RK スリプトでハンドボールを始める。その後はクロアチア代表に選ばれ、2003年の世界男子ハンドボール選手権ではポルトガルを破り優勝を果たす。2006年のスイスで開かれたヨーロッパ男子ハンドボール選手権では MVP を獲得し、2007年のドイツでのヨーロッパ男子ハンドボール選手権ではチームは5位だったにもかかわらず、バリッチは MVP を獲得した。2008年のヨーロッパ男子ハンドボール選手権ではトップとなる44得点の活躍で、決勝こそデンマークに敗れたもののチームに準優勝に導き、大会のベスト7にも選ばれる。2008年の北京オリンピックでは、開会式でクロアチア選手団の先頭に立ち、旗手を務めた。2003年と2006年には、IHF 年間最優秀選手に選ばれており、2003年は、クロアチア国内でも、最優秀選手に選ばれている。2014、2015シーズンを終了後に引退。その後クロアチアハンドボール協会でコーディネーターを務めている。ありがとうございます。